何呼び出したりなんかして。俺、これから試合だから忙しいんだけど。あ差し入れチームで用意するからいらねえって言ったじゃん。何わざわざ持ってきてんのほんと、暇な女だな。で、おいおい待てってば何作ってきたんだよ うんよこせ。仕方ないからもらってやる。試合の後なら食ってくれる奴もいいんだろ。でもこの後すぐに帰れよ。試合なんか見ていくんじゃないからな。わかったな。遅 <laughs> えよ。ずいぶん楽しそうだな。ああ。俺は、 お前にまっすぐ帰れって言ったよな。試合で疲れた俺より遅く帰ってくるなんていい身分じゃないか。何してたんだよ。お友達とお茶はぁ、あ。ああ。俺が打ち上げなんか行くわけねえだろ。今まで参加してきたことなんかあったかよ。 優勝したのにそんなの関係ないね。俺は俺のしたいようにするだけだ。そんなことより、お前、俺の言うこと聞かなかっただろ。嘘つくなよ試合こっそり見てただろ。バレバレなんだよ。ああなんだかよく目が合うと思った 別に、お前の方なんか見てないし、シュート決めた後にお前と目が合ったのも偶然だし。ふっ、別に、お前に言われなくても、俺はいつもかっこいいけどな。じゃなくて、俺は試合を見ないですぐに帰れって言ったよな。いっつも素直に従うくせに、なんで今日に限って言うことを聞けないんだよ。だって、 手じゃない。俺はお前に見て欲しくないんだよ。分かったな。もう絶対に来るなよ。ええもしかしてお前、泣いてるなんでだよ。今まで俺に何言われたって、泣いたことなんかないのに。 他の人の彼女は、みんな見に来てたの知らなかったって。どうして私だけダメなのって。<laughs> あのな、一回しか言わないから、よく聞けよ。理由は、やきもちだ。はぁ、あ、じゃあねえ。何回も言わすな、バカ。 俺は、お前を他の奴に見せたくないんだよ。試合に来てる奴らなんか男ばっかりだろうが。特に今日は OB の人たちも見に来てたし、お前も声かけられてただろう。ああ、もう、あの人たちめちゃくちゃ女癖悪いんだからな。絶対また連れてこいって言われるじゃん。だから見せたくなかったのに。 くそなんだよ笑うなよ俺の気遣いを無視しやがって先輩たちと話してるお前を見て、俺がどんな気持ちだったか、お前にわかるかよ試合なんか投げ出して、お前のそばに駆け寄りたかったんだからな我慢するのがどんだけ大変だったか、本当は試合どころじゃなかった。何 ごめんなさい。じゃあちゃんと反省しろ。バカ。こっち来い。たく <coughs>、先輩たちに肩とか頭とかも触らせやがって。今日はたっぷり上書きしてやるからな。覚悟しとけ。もうこれからは。 試合は録画で我慢しろよ。わかったな。よし。あ差し入れ持って行った時に理由言ってくれればちゃんと帰ったのにってったく、本当にバカだなお前は。他の奴らがいる前で、本心なんか言えるわけないだろ。俺はお前に、 ベタボれで、誰にも見せたくないくらい大好きだなんて。他人の前で言えるかよ。ああ、これだけ言ったのに、わけわかんねえ心配まだするのかよ。他の奴の彼女なんか目じゃねえよ。お前が一番可愛いに決まってるだろうが。それに、差し入れももちろん食べたよ。俺一人でな。 お前が俺のために作ったものを他の奴になんか絶対にやるわけねえだろ。何年俺の彼女やってんだ。それぐらい察しろよ。バカ。動画見てくれてありがとう。ASMR 動画は毎週金、土、日曜日に投稿しています。気に入ってくれたらチャンネル登録してまた聞きに来てね。バイバイ。